攻撃的な野球だったり攻撃的な姿勢、不利を残さないスイングっていうのは大事かなと思いますね。海外の選手結構ストライクゾーンでパンパン勝負してくるので、終わった後にあの1球目甘かったなっていう思いにならないので、ファーストストライクから攻撃的に攻めていってほしい。そうすることによってね、ファンの皆さんの気持ちが伝わると思います。北京でね、小手向にやられたピッチャーだったので、改善できる時は本当に嬉しかったですし、必ず打ってやろうという気持ちは強かったので、ファウルでね、結構もう粘りながら最後上手に外野まで運べたので、僕の印象にも残ってますね。準決決勝は僕ね、怪我で出れなかったんで、その心の残りはあったんですけど、ね、やっぱり同じ選手たちと、ね、試合をできて誇らしく思いましたし、ね、みんな頑張ってくれたおかげでね、僕も金メダルをいただいたので、それは本当に感謝してますし、今までね、4番打ってる筒香にも期待してるんですけども。僕は、ね、25番つけて今年ブレイクしてね、岡本が2年後また素晴らしい成長を見せてね、スローとともに、クリーンアップを打ってくれるようなね、そういう選手になってほしいと思いますし、25番つけた2人に頑張ってほしいと思います。稲葉ジャパンの皆さん、金メダル目指して本当に頑張ってください。稲葉監督は WBC もね、本当に一緒に野球させていただいたので、WBC の難しさだったり厳しさだったり、いろんなことをしていると思いますので、チーム一丸となって頑張ってください。応援しています。そうですね、これぐらいボールが大きかったら僕も三振しないで済んだと思いますけどね。ね、ボールちっちゃいからね。つかみ取れ世界一、ありがとう。